湾流とフルマークの判定勝ち。沖縄の逸材は大先輩の比嘉大悟さんみたいになれるように頑張ります。プロボクシング WBA、WBO 世界スーパーフライ級52、1キロ以下王座統一戦 WBO 王者井岡一翔、WBA 王者ジョシュア・フランコ、フェザー級契約体重56、5キロ以下8回戦0台湾流と判定ロビン・ラングレス黒丸。31日、東京、大田区総合体育館。沖縄出身の逸材がフルマークの判定で勝利を飾った。2回、4回、5回にそれぞれダウンを奪い、豊富な手数で終始優位に進めた。8ラウンドまで行くという想像はしていなくて、試合って難しいなと思いました。自分でやっていても、打ち終わりにガードが開いていると学べた。KO 勝ちしたかったのはあるけど、やっぱりまだ危ないところがあるので。課題が見つかった、と受け止めた。試合後は故郷の沖縄へと戻る予定。自分としては内容をあまり喜びはしないけど、勝ったのでちょこっと喜びはします。明日はすぐ沖縄に帰ります。大先輩の元 WBC 世界フライ級王者比嘉大悟さんみたいになれるように頑張りますと夢を膨らませた。 O1 リュートダウン3度奪うも倒しきれず5連勝も課題が見つかった。ボクシング8回戦31日、大田区総合体育館。日本スーパーバンタム級7位の O1 流と24イコール姿勢イコールが56 5キロ契約8回戦に臨み、フィリピン同級13位のロビン・ラングレス27フィリピンに3対0、80から 69×3 の判定で5連勝を飾った。初回に左フックを決めて好スタートを切った台湾だが、2回にガードの甘さを突かれて被弾する。しかしこの回終盤に右カウンターで先制のダウンを奪い、ペースは渡さなかった。計算度ダウンを奪いながらも倒しきれず判定となった。フルマークの判定に終わり、ぶっちゃけ舐めていたかもしれない。8ラウンド行くとは想像していなくて、試合は難しいですね、と浮かない表情で振り返った。沖縄県うるま市出身の O1 は白井、具志堅スポーツジムから2017年5月にプロデビューしたが、同ジム休館した後に市政ジムに移籍した。元 WBC 世界フライ級王者の比嘉大悟、姿勢に続く沖縄からの強打者と期待されているが、近況はやや停滞気味、KO したかった。課題が見つかった、と反省した。戦績は